の南端の中央に位置したチョンナム・クァンギャンは山と海、川の自然に恵まれている。韓国的な伝統文化を咲かせ、その伝統につながる様々な楽しみで観光客を招くクァンギャン・トソングクサ村を訪ねてみよう。カンガン島で春を知らせる花が一番先に咲く春の花祭りで有名なクァンギャン。特にクァンギャンでも景色が良く水がきれいなトソングクサ村は、韓国の風水の大家であるトソングクサの息吹があちこちで感じられる重要な仏教の聖地である。近所のメファ村では毎年春になると梅祭りが開かれ見事である。また村を取り囲んだペクウン山はこんもりと茂った樹木がシルクのように広がり、900余の種類を超えるいろんな植物が育つ植物の宝庫と呼ばれている。ペクウン山は鳳凰と豚、狐の不思議な力で学者と金持ち、賢人がたくさん輩出されると村の伝承として伝わっている。クァンギャンにはとても特別なチャンド博物館がある。朝鮮時代には男女問わずにチャンドを身につけ身を守ったそうだ。優雅さと繊細なことで有名なクァンギャンチャンドの伝統を大切に守っている。韓国最大の梅の栽培地として有名なクァンギャン、春には満開の白い梅の花に、夏にはふさふさとぶら下がる梅の香りに酔ってしまう梅の魅力を味わう時間、村の特産品の梅で作る伝統酒作りの体験である。米に麹を混ぜて発酵させる伝統の酒は先祖の知恵と風流を伺うことができる。亀の中では梅の砂糖漬けとエキスだけでなく梅酒が熟成している。誇りある伝統工芸品をトソングクサ村で直接体験しながら作ってみよう。楮から作った紙を使っていろんな模様を入れて生活用品を作る乾紙工芸は、紙固有の独特の感触が柔らかく感じられる。自分で作った芸術作品が完成する。自然と歴史、そして人情が交わる意味ある伝統文化の体験旅行。長い時が経っても古めかしく素朴さがあるトソングクサ村で伝統の趣を感じながらゆっくり楽しんでみよう。